太郎くんの笑顔の魔法。第一章、お医者さんの夢。明るく元気な男の子太郎くんはいつもお医者さんになる夢を抱いていました。彼はおもちゃのお医者さんキットを手に、ぬいぐるみや人形を診察するのが日課でした。ある日、太郎くんは庭で遊んでいると、太郎くんのお迎えに住んでいるお姉さんがやってきました。太郎くん、最近お医者さんになりたいって話を聞いたよと、お姉さんが笑顔で話しました。太郎くんは興奮してお姉さんに近づきました。はい、お姉さん、お医者さんになりたいんです。みんなの病気を治してあげたいんですと太郎くんが答えました。お姉さんはうなずきながら、太郎くんにお医者さんの大切さや困難さについて教えてくれました。お医者さんになるためにはたくさん学ぶことやたくさんの練習が必要だから、とても大変だよ。でも人を助ける喜びはとても大きいんだよと、お姉さんが優しく語りかけました。太郎くんはお姉さんの言葉に心を打たれ、ますますお医者さんになる夢への情熱が高まりました。彼は決意を新たにし、将来のお医者さんとしての道を歩んでいくことを誓ったのでした。第2章、奇妙な患者たち。ある日、太郎くんがおもちゃのお医者さんキットを手に、ぬいぐるみや人形を診察していると、突然ドアがノックされました。こんにちは、太郎くん、お医者さんになりたいんだってねと声が聞こえました。それは太郎くんのお隣さんであるおじいさんでした。おじいさんは昔有名なお医者さんだったのです。彼は太郎くんにお医者さんについてたくさんの話をしてくれました。お医者さんになるためには患者さんたちとしっかり向き合うことが大切なんだよとおじいさんが教えます。驚きながらも興奮した太郎くんは、本物の患者さんを診察してみたいなと答えました。するとおじいさんが突然言いました。それなら奇妙な患者さんたちを見てみるといいよ、きっと面白い経験になるよと。太郎くんは興味津々でおじいさんの言葉を聞きました。本当に？どんな患者さんがいるの？おじいさんはにっこり笑って答えました。お腹が痛い蜂、くしゃみをしている猿、足が痛い象など、さまざまな患者さんたちが君を待っているよ。太郎くんはワクワクしながら奇妙な患者さんたちに会うための準備を始めました。彼のお医者さんとしての冒険が始まるのです。第3章、奇妙な治療法。太郎くんはおじいさんから奇妙な患者さんたちとの出会いを聞き、興味津々で準備を始めました。彼のお医者さんとしての冒険が本格的にスタートするのです。最初の患者さんは蜂でした。蜂はお腹が痛いと不安そうに太郎くんの前にやってきました。どうしてお腹が痛いのですか？と太郎くんが尋ねると、蜂は答えることなくぐっとお腹を押さえました。
太郎くんは考えました。蜂は笑うことが大好きだから、もしかしたら笑いが治療法かもしれないと。彼は蜂に面白い話を始め、徐々に笑いを誘いました。すると蜂は笑いながらお腹の痛みが和らいでいくのを感じました。次の患者さんは猿でした。猿はくしゃみが止まらず、太郎くんに相談しました。どうしたらくしゃみが止まるんですかと猿が言うと、太郎くんは考えました。猿はバナナが大好きだから、バナナのシロップが治療法かもしれないと。太郎くんはバナナのシロップを作り、猿に飲ませました。すると猿のくしゃみは少しずつ収まっていきました。猿は嬉しそうに太郎くんに感謝しました。これまでの患者さんたちの診察を通じて、太郎くんは奇妙な治療法が効果的であることに気づきました。彼は患者さんたちの状態に合わせてユニークな方法を試し、効果を実感したのです。第4章、笑顔の魔法。太郎くんは奇妙な治療法を通じて患者さんたちを助けてきました。次に訪れたのは足を痛がっている象でした。象は足が痛くて歩くことができず、太郎くんに助けを求めました。象さん、どうしましょうかと太郎くんが尋ねると、象は悲しそうに答えました。足が痛くてどこにも行けないんだ。太郎くんは考えました。象はとても元気な動物だから、元気が足りないのかもしれないと。彼は象に楽しい遊びを提案し、一緒に踊ったり歌ったりしました。すると象は笑顔で動き始め、足の痛みも和らいでいきました。太郎くんの提案した楽しい遊びが象の心と体を元気にする魔法のようでした。次の患者は小さなウサギでした。ウサギは眠れないと悩んでいました。ウサギさん、どうしたら眠れるようになりますかと太郎くんが尋ねると、ウサギは小さくため息をつきました。何をしてもなかなか眠れないんだよ。太郎くんは考えました。ウサギは柔らかいものが好きだから、柔らかいベッドやふわふわの枕が役に立つかもしれないと。彼はウサギのために快適な寝床を作り、心地よい音楽を流しました。するとウサギはリラックスして眠りにつき、ぐっすりと眠りました。太郎くんの提案した快適な環境がウサギの眠りをサポートする魔法のようでした。太郎くんは笑顔でたくさんの患者さんたちが元気になる姿を見て、自分の治療法の効果に喜びを感じました。彼は患者さんたちを元気にするために、笑顔と優しい思いやりが大切なことを学んでいったのです。第5章、心の温かさ。太郎くんは笑顔の魔法の効果で患者さんたちを助けてきました。次に訪れたのは一人ぼっちの小さな子犬でした。子犬は寂しそうに
太郎くんの前に現れ、一人ぼっちで心細いんですと話しました。太郎くんは子犬の悩みを聞いて心が痛みました。彼は考えました。子犬は仲間が欲しいんだろうなと。太郎くんは周りを見回し、公園で他の子犬たちが楽しそうに遊んでいるのを見つけました。太郎くんは子犬を公園へ連れて行き、他の子犬たちとお友達になれるようにセッティングしました。すると子犬は新しい仲間たちと一緒に遊び始め、寂しさを忘れて笑顔になりました。蜂や猿、子犬たちとの出会いを通じて、太郎くんは患者さんたちの心の温かさが大切なことを学んでいきました。彼の心もまた思いやりと温かさで満たされていったのです。太郎くんは笑顔で見守る子犬たちを見て幸せな気持ちに包まれました。彼はお医者さんとしての冒険を終え、患者さんたちとの絆を大切にしながら新たな旅に出るのでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。この絵本を気に入ってもらえた方はチャンネル登録といいねをお願いします。